食べてないんだよね。あ、でもあの雑穀米に入ってる豆食べてる。雑穀米あれじゃん、雑穀米に入っている豆だから豆食べてる。ティーチさん、バラありがとうございます。クレーンの話し会申し込みした、ありがとうございます。今って17時あるっけ、違うっけ。じゃあ先の宣伝しようと思いました。ありがとうございます。雑穀米の豆は豆にカウントしない。 OK、 カレーはする。なんかさ、カラーでする人多いじゃん。けどカレーカラーもあ、あるかも。どっかにあるけどないですね。ちょまげしよう。え、でもちょまげしたら跡がつくよ。どうしよう。出てきてる？止まらない止まらない、止まった、止まらない感じ。あ、ピンがある。お出かけ、まあちょっとするけど、それだからじゃない。お昼配信、そうだよ、初めてではない。電子つけた。豆食べようと思っても納豆食べたけど、1パック200粒、そうなんだ、納豆って211歳じゃん。大丈夫、彼も納豆食べるよ。いつでも昨日食べてない。大丈夫ですね。291粒あったらよかったね。RKB さん、バラありがとうございます。サトシさん、なんか茶色のバラありがとうございます。納豆にからしって入れない、入れる？みんなカレーは入れない人。下地だけ終わらせた。ちょっとハズ、ありがとう。納豆は前ね、酢を入れてた、酢納豆をしてたの。入れない人いた。ティーチさん、何これ。なんかケムシ、ありがとうございます。
彼氏なかなかない。カレンヌって書いてるやん。カヌレかと思った。カーレンだよ。ギフトがバレンタイン仕様の、あ、そうだよね、バレンタインだよね。もうあと10日後だよ。高値超えず、やばい。楽しみ。今日ね、需要ないと思うけどメイク配信なのでメイクのあれしようと思う。でもね、今日ちょっとお出かけ行くときにアイシャドウを買うつもり。秒でヘッダーにした？本当に？みよ。なんか翔太のアイコングーじゃない？彼の。今日の2時からチケットできるんだよ。高猫？あ、そうだ。2月4日に別れって言ってた。席が。楽しみ。教えてね。高秀さん、だるまさん、ありがとうございます。急にディオール。これはお友達か、違う、友達じゃないけどもらいました。それかメイベリーヌの、メイベリーヌのリップね、一回買ってみたいな。みくちゃんバレンタインチョコ、え、あげたい。ゆうちゃん見つけるよ絶対。めっちゃ色ある。そう、これもねもらったけど、これはめっちゃ使ってるってわけではない。おやすみメール、いつも勝手におやすみソング載せて、え、いいよ全然、嬉しい、ありがとう。やばい、なんか違う色取っちゃったから塗る。はにゃーさん、いちごありがとうございます。アリサさん、かわいい、ありがとうございます。夜勤お疲れ様。起きたらテンション上がった。よかった。いつもね、手に持っている手鏡を忘れた。あら、頑張る。わかるかな、塗ったの。流行ったら売れた、ありがとう。よかった、お昼からでもみんな見に来てくれてるし。赤いバラありがとうございます。
レンタイン飛べないけどバレンタイン公演も行けないのでご安心を。あーね、え、バレンタイン公演ってさ、ココッペ一人だよね。大丈夫かな。八王子のヨッシーさん、バラありがとうございます。歴史ポンポン丸さん、福井ガレンって書いてある、ありがとうございます。バラ、皆さんもバラありがとうございますね。目だけしたらさ、おかしな人になるね。これで書道は終わり。ピューラーをリゾさん、バラありがとうございます。ケンちゃん、ロッキーだってメイク時間は早い方、なんかあれによる、早く終わらせようと試みたら早く終わるけど、普通に何も考えずにしてたらビバップ団長さん、コーヒーカップありがとうございます。鉄分をね、飲むの。R1 の代わり。ゆうちゃん、レインボースターありがとう。なにこれ、うさぎかわいい。そのうさぎかわいい、ありがとう。これよくフランバ振ってないけど、フランでよさそう。カレンがメイクするとカレンに変身する。そうだよ、学校での姿が福井カレンと仮定してメイクするとカレン。出身は長崎です。はい、長崎ランタン。アリスギャリさん、猫、あ、アリスフェアね、知らんけど、ありがとうございます。あ、ゲンマーさん、お久しぶりです。日本語テスト合格できたよ。あ、それのために頑張ってた、もしかして。すごい、カレンちゃんのおかげだよ。いやいや、カレンのおかげではない、全然。今日妹ちゃんは聞こえないかな。そう、どうでしたか、昨日乗せた妹ちゃん。今日何時頃まで、え、何も決めてないけど、どうしよう、メイク完成したら。まつげあげただけですごい。そうだよ、お姉ちゃんしてるよ。3人兄弟、
です。三人姉妹だ。24時間配信は眠いね。やばい、そんな起きとけん。なんかさ、エミリーさんさ、昨日の配信でさ、まつげ下地だけって言ってた。まつげしなくても可愛い。なんか外の声が聞こえる、めっちゃ。ママかパパ、どっちも外産人、関西人じゃないよ。どっちも日本人。違う、長崎人、はい。バナナのぬいぐるみあるよ。あるよ、そこに。工事中ですね。きっとまだ揺らなくしたマジで。若田さん、嬉しすぎる、やばい。彼の方が大好きですって言っといたけどね。好みって言ってくれたんですよ。若田さんの配信ちょこちょこ見てる。あれも見たかも。なんだっけ、こうや若田さんが卒業発表した後の公演、違う、ショールーム、ミクさんとのも見た。本当に可愛い若田さん。フランス人どういうこと。フランス人とのハーフ。彼カシンさん、バラありがとうございます。普段勉強するとき、メイクするとき、音楽流したりしないです。これのは YouTube になり、もう YouTube をね、ずっと見てる。 YouTube なんかめっちゃ時間経ってる。 YouTube 見てたらあっという間に。ラスボスだ、ラスボス。これね、もうね、みんな持ってるの。見えない。ケイトのリップモンスター。昨日は渋井ちゃん思ってたね。渋井ちゃんはこれとマダムを持ってた。水晶玉のマダム。今見に来た。え、今何が合ってるんですか。教えて。それによって決まるかも。ちょっと村上あかねちゃんに雰囲気似てるかも。え、マジで。嬉しいけど、なんかね、一回あきさんに言われたことがありますね。なんか岡野に似てる、似てないみたいな。なんだっけ、あきさんに S かわいいで撮影していただいたとき。ショートだるまありがとう。芸能界にあげるみたいな。なんかまだ一回じゃないけど、そこまでなんか気にしてガナさんを聞いたことがなくて。でも前なんか若菜さんたちがソファーでしてた時、ソファーでなんだっけ、準備とかしてた時にたくさんおしゃべりしてた。
します。あ、めっちゃ怖いね。ごめんなさい。怖い、怖かった。彼の今の顔、お目目怖かった。あ、まつげ落ちた。まつげね、3本ぐらいは取れるの、いつも。怖い怖い、やめて。ライトはピンクと紫、あっ、よく、すごい、そうです、ピンクと紫、みんなしてね、塗ってね、ピンクと紫。上に出てきませんように。え、涼しいますけど下げてる。今日は何するの？ピナも、え、そうなの？ピンクと紫？ひなのさん？え、じゃあ変えた方がいい？でもまつげの、え、抜いてるの？痛そう。え、抜くってさ、痛くない？まつげ。まつ眉毛抜くことはあるけど、まつ毛抜くのが、抜くのは本当に無理。抜いたことないけど、でも前ね、抜いてたらしいから。最近ってこれから劇場に向かう。お、ゆいなだね。ゆいなできるかな。めっちゃ修練してたよ。自己自己さん、バラありがとうございます。未来に名前書いてあるの、これこれはね、ファンデーションだよ。ミラーは見せれないけど、あ、こうすればいい、こうすればいい、こうすればいい。ディオールだよ、ディオール。やばい、ディオール、やばい、ディオール、ディオール様、めっちゃいい匂いする。なこちゃんさん、あ、本当ですか、おめでとうございます。嬉しいね、なこさんの。これは、これは悲しいけど、なこさんの卒業しないでほしい。いつも生えてくる、え、便利、いいな。彼もそのまつげが欲しい。マスカラ、マスカラ、今なんか落ちた。今度カレンちゃんが出演する公演、え、応募してください、来てほしい。彼見に来てください、彼のこと。
線を見て。ひなちゃん言えるかな、喋れると思う？スピーチ。なんかまあ紙に書いてくるとは思うけど、うん。ピンク紫でカレンちゃん持って、ありがとうございます。最近の子本当に、これはこれだけは自分で買ったんですけど、それ以外のディオールはもらい物です。ありがたい。14時から後輩の試合だから今友達見に来てる。あ、そういうことね、始まるのね。サウジアラビアじゃないところね、今日はね。うんうん。シモサツコントヒルのライブ、あ、どっちもすごい。あ、リガイズ増えた、嬉しい。ゆうちゃん見つけれるかな。なんかさ、君はもっとできるのさ、ポーズやけどさ、これはさ、めるるさんのポーズにしか見えない。ディオールの名前ファンデが、そう、なんかお正月に出るやつ。なんかね、クリナさんもね、なんか去年のも、ゆぶちゃんと話しますよ。ゆぶちゃん仲いい先輩です。うれぴよ仲良くさせていただいております。うれぴよ、僕へ来ての自主練練しないし自主練練してるよ。あ、でも行ってないけど、うん、行ってないってことは自主練じゃないってこと。普通に練習してる。ん？自主練には、あ、まあ行ったけど。でも、でも自主練っていう自主練ではないかも。知れない。朝方夜勤帰りを手紙送ってよ。12月1月の時は畑間違ってたみたいだね。教えてありがとう、ちょっと教えて。お手紙楽しみにしてるよ。テイチさん、お手紙ありがとう。スピーチ変わり、あ、そうだね、言えるさ自分で。言えんやったらレアちゃん。レアちゃんも大変。個展に福井かれんちゃんが出演した。え、目撃者も来てよ。はやったを待っているよ私は。ライブでリミカちゃんがカレーね、え、リミカさんしてたんですか。インスタしてないからわかんないんだけど。
ゆみかさん、これも好きです。これ最近モテ期かな、やばい、嬉しすぎるね。涙袋の下にラメラメ入れた、見える？ほら、すごい。で、あとは適当にココッペに借りた、違う、ココッペにもらったハイライトを入れる。カレンの誕生日からもう2ヶ月も経っちゃった。やばくない？ 2 ヶ月早くない？だって年明けてからさ、もう一瞬だもん、暇が。え、3ヶ月だよ、言うて遅刻。それは違うね。上のキラキラはね、見えない、多分ショールームでは。マスカラ、これさ、これさ、何回もさ、これの名前聞いてるのにさ、覚えられない。出ちゃう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 の、ファイバーウィッグウルトラロング E2 まつげ希少量 1B7S まで読んじゃった。尊敬している先輩はたくさんいるけど、たくさんも本当にいるんですけど、なこさん、みくさん、なこみくさん、ね、完成してきた。紫とピンク色の色パックの何飲んでるの、意識高いよ、意識高め女子。ちょっとメイクポーチもピンクだし、鏡もピンクだし、でも見せれないけどね。見せれない、ちょっとキャラクターなんだけど。エミリーさんもとっても尊敬している。エミリーとも仲良くし、エミリーさんめっちゃ仲良くしたいですよ。見てた見てた、昨日のショールーム、もちろん見てた。もう本当に可愛すぎた、大好きです。エミリーさん、今日もエミリーさん出ますね。顎にも塗っちゃって、ほっぺにも塗っちゃって、鼻にもちょっと塗っちゃって、これもカレーの恒例の自練。自主練いる。ありがとう、ぽいぽいのと仲良くしてくれてありがとうっていう目的で、いぶきちゃんの券何枚くらい買ってもいいですか？1枚かな、一言で終わるから、1枚かな。ヒップアップ団長さん、かわいい、ありがとうございます。すごい、パリリちゃん、なんか絵文字だけでさ作ってる人を、すごい。彼もね、前ね、なんかお月様で字を書いてた、もう長い長文みたいな感じになったんだけど。めっちゃぼかす、めっちゃぼかす、あー、やだ、めっちゃぼかす。どうでしょうか、
けど宮脇さくらさんの YouTube を見てた。だからそれでメイク動画を見てて、宮脇さくらさんの使ってるアイシャドウがとっても美味しくなったから、今日買おうかなと思って。みんな持ってるし、インスタ早く始めたい。カレーもゆみかさんフォローしたい。翔太の友達です。もう彼はすっかりカレンちゃんにハマってしまいました。どういうこと？翔太は今いないということですか？2月も終わるの早いんだよね。早そうだね。メールの下書きだけして送り忘れたってこと、たくさんありますね。まだね、なんか眠ってる下書きもある。アイライナーを忘れていた。レインボースターありがとうございます。なんか私ショールームあると思ったら、なんかあれだって思って、ああメイクはもうすぐ終わっちゃうかも。消し。色がね、全く映らなくなったね。あら、ちょっと出そう。色を出そう。リドさん、猫ありがとうございます。シュートがちょっと離れたので今借りに見てます。かわいい、ありがとうございます。僕福一揆ってモノマネしていて、なんだっけそれ。僕福一揆って何？元の言葉。ちいさん、コーヒーカップありがとうございます。言って言わないようにした。そうだから、エミリーさんとココテンね、ココテンエミリーさんとかミクちゃんさんとか出たいから覚えたいなっては思っているけど、でもさ全然出られないとは思うよね。カレンちゃん、モモの配信用ハッシュタグはカレンレンメール、カレンレンメール。みんな返信してね。そう、いつも見てるよ。エミリーに話しかけて仲良くしたい後輩って聞いたから。マジで？やばい、前髪やばい、つむじ前髪ね。
違う、前髪っていうか彼つむじが2個あるんですよ。やだな。ミニさん本当に言ってた、最高、最高すぎる、死ぬ、嬉しすぎる。これでアイライナー出た。メイクのこだわりは最近、あ違う、まつげだったけど、うん、まつげが最近ねうまくいかないから、もうアイライナーということで。福井は鬼安と福井はうちって言って豆投げてそう。あ、バレた。福井はうちやん、本当よ。福はうち、福はうちやもんね。はやたも言ってね、そがんした、ちゃんとした。たかやちゃんメイク配信、あ、メイク配信はわかんないんですけど、メイクの YouTube、 YouTube でメイク配信、メイクじゃない、 YouTube でメイク動画、メイク動画、メイク動画をしてた。アイソレーション、これ昇格したらプレゼントどんなのが欲しい？じゃあ龍吉さんの愛情今戻ってきた。友達に携帯を出したら勝手にごめんなさい全然嬉しいよ、ありがとうございます。お友達も翔太も。普通メイク何分ぐらい、数えたことないけど、急いだら20分、急がなかったら1時間以上かかるアイライナーってどうやって左右対称にかける、なんかみんな難しいっていうよね。これはね結構非対称じゃない、なんだっけ、結構割とかける人なんで。アイライナーはなんかのり、でもして、ね、下まつげをたまに描くんだけど、下まつげはよく失敗しますので、今日はやめた下まつげHKT からちょっと離れてたけど、福井カレンちゃんが気になっても、え、知ってるけど、なんか見たから知ってるけど、ありがとう、改めてありがとうございます。カレンがカレンで戻ってくれたのは本当に嬉しい。久々声で泣いた、お声だよもね、曲大好きだ、君が大好きだ。自分も下の妹と年離れてるけど、彼らはもっと離れてそう。彼ら11個離れてるよ。でもね、5個離れてる妹にね、身長なんかされそう思う。カレーレンメ、あ、全部ひらがなです、全部ひらがな。カレンのプロフィールから行った方がいいかも。カレンのツイッターのプロフィールにタグ付けしてる。アシャイチだね、うん。それ以外のお好き面は警報が多い。じゃあ H に H の目撃者に来てマスポポさんハートありがとうございます。ポポがめちゃめちゃ若いママかった、マジで言う、え、本当に全然全然ママ感ないと思うんだけど、ありますか。
全然お姉ちゃんじゃなかった。え、カレンさん悩みあれだった。めっちゃ絶対くるくるなってるなって思ったらなってなかった。すごすぎ。スムージーが2個あるで思い出したけど、スムージーちょっと思い出し方は受けるけど、スムージー家で飲まないね。おばあちゃんが作ってくれたりして飲むことはあるけど、自分ではなんか作らないけど、大好きスムージーなんだ。彼ミックスジュースが好き。カレンちゃんのこと可愛いって言ったらいいのか、綺麗って言ったらいいのか、どっちも言ってください。カレンちゃん足が綺麗。本当に昨日ねマッサージしたよ。昨日ストレッチマッサージをね頑張りました。なんか自分の部屋でさ、やる気がなんか起こってしちゃいました。筋トレもしそんなことなんかしちゃいました。その前もしたんですけど、朝パパさんたくさんハートありがとうございます。クイは打ち3回だけ投げた。あ、3回は足りないですね。291回以上はしないと確率が来ないですね。言うても確率291回以上ね投げたら、そっから来る確率があるよみたいな。もしかしたら彼が来るかもしれない。福井家が難しいよ。いろいろすぎ下げすぎ。俺のこと、僕のことはポンポンでいいよ。あ、イブちゃんもそういうのね。ポンポン、え、ポンポンさん、ポンポンさん、ポン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 吉ポンポンさん、ポンポンさん。イライナーも買わなきゃいけない。そろそろ、あ、ほんとだ、4時だ、違う14時だ。最後まで見れんでごめん、楽しんでな。ありがとう、ギリギリまで見てくれて楽しんでね。逆に
衣装の靴で崩れてしないのかな。衣装の靴は靴ずれはしないかな。けど本当に一回だけ靴が脱げたことがある。会場いた人は絶対気づいたんですけど、リセットの夢の鐘かな、夢の鐘の2サビで実は靴が脱げておりました。下げ気味に書いてたからポイポイしな、上げ気味にあったら、え、本当に、あの誰が上げてるっけ、なんかこれ昔は上げてたかも、めっちゃ、そう、カレンレンメール、それたくさんありがとうございます。マサポッパさん、パソコンとスマホの辞書に福井でカレンレンメール登録して、あ、すごい、ありがとうございます。身長の目標291cmだね、絶対的に。流行ったを逃す。この前に弟に身長の数えたの100、弟どんぐらい高いんですか。彼身長絶対妹に流れるんですけど、まあ、ゆくゆくは抜かしたいと思います。抜かされ抜いてそのまま、うんうん、頑張って抜かしましょう。291cmになって。ゲマさん、バラありがとうございます。雰囲気、アムネさんに似てる。アムネさんね、よく見ている。彼も似てるのは嬉しい、可愛いよね、アムネさん。でも昨日はビビアンさんの YouTube を見たよ、結婚式。スムージーとスムージー、スムージーとスムージー似てる、似てるかな。翔太、誰もありがとう、まだ見てくれてるの。かねちゃん、ペン回しね、できるんやよ、できるんやよ。ほら、マジで何年ぶりかな、何年ぶりではない。めっちゃ久しぶり。これだけしかできんけど、これはパパに教えてもらったペン回しです。それでもできます。結構いろんなものでできますので、なんないと申し付け、これはできなかった、できました。やっぱり291回ね、291回ね。違う、ポンポンって呼んで、オッケー、ポンポン、ポン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 、メメバッチリ、けど
しい。おかゆさん、レインボーさん、ありがとうございます。まずパパさん、ありがとう。ハートポンポン、まあ、ハートありがとう。みんなたくさんハートやん。さとしさん、いちご、ありがとうございます。ポン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 、たくさんだ、ありがとう、嬉しい。何百個やねん。その間にマサパパさんがハートを投げて、マサパさんを投げて、マサパさん投げて、見つからない、見つからない、やべ。ビッパップ団長さん、バラありがとうございます。ちょっと見逃してたら言ってください。私は似てみたが、ゆえりじゃないだよね。ゆえりさん、自分は似てると思ったことはないけど、よく言われますね。ゆえりさんもいろんな方に似てるのが中で。どうなんだろう。じゃあ7期生でもっと似ている方が来るのかしら。まだ伸びるよ、伸びるよ。彼はマリアちゃんみたいにヤクルト、ヤクルト大好きけど R1 を飲んでるけど、ヤクルトがいいの？鉄分もさ、ちょっと身長伸びそうじゃないかな、伸びないかな。火災したのに持って一旦泣かされて油断してるところの機会。あ、そうそうそう、それが痛い。そう、妹はもう151cm 下が155で止まってもらって、まあ、抜かされたみたいな。でその後をカレンは抜かす、抜き返して、そのまま勢い止まらずに291cm になるというカレンの夢。あ、リコちゃん、お仕事お疲れ様、お疲れねん。それで昔はアムネさんが調子、ああそうなんですか。じゃあ次はカレンが調子っていうこと。小田ちゃんとのエピソード、小田さんはね、S かわいい見たかな。小田さん一応言わないでおこう。オーラ診断をしてもらいましたよ。でなんと小田さん、小田さんのオーラ知ってる、みんな、なんと小田さんと一緒でした。小田さんは写真も撮ったよ、たれ焼き序列の時載せてないけど、いつか載せようと温めているところ。小田さんの雰囲気が大好き。小田さんの顔も好き。劇場で291cmの人が前にいたら可愛い連絡が見えなくなっちゃう。大丈夫だよ、その人291cmの人が足だけ伸びればいい。伸びれば、あの座っても座高は同じだから見えるよ。足だけがなんかもう前の人の椅子通り越して、その前通り越してみたいになる。手回し得意ってことは授業ちゃんと聞いてないグループやん。グループじゃない、みんなしてるよ、みんなしてるよ。もう超頭いい人もしてるし、彼は頭よくはないけど、地頭はいいと信じている。ゆいな回しは得意かな。いつかゆいな回しを見に来てください。ゆいなと、あの出たいな、1回ぐらい、1回以上だけど。話すな、夢なんか好きだ、諦めるな、その体引く限り思いないから、死んでも
2番とめっちゃこんがらがった。もう忘れていいよ、忘れたくないけど、もう忘れて次の頭にしなきゃいけない。たかひでさん、タイムありがとうございます。マサパパさん、バラありがとうございます。たくさんありがとうございます。マサパパさん、ハートとかも、ハニョーさん、ハニョーさん、チャチャ猫ありがとうございます。チャチャ猫じゃなかったら本当に申し訳ない。ひさかとキルア、なんかさ、めっちゃさ、頭の中にさ、ニモカがさ思い浮かんだんだけど、ハンターハンターって分かってるけど、ヒソカとキルアとニモカとアルカと、なんかさ、コツ系のさ、なんか似てるくない？ニモカとスイカと、似てない？カレンちゃん買って R1 飲もう。 R1 飲んで、カレン毎日ね、瓶を飲んでるよ、 R1 の。睡眠か、睡眠でもね、取るときは取って、なんか遅く家に帰っちゃったときとかはちょっとの時間しか寝れないから、でも頑張って寝ます。移動中とかも寝てるし、ユイナも寝てるって言ってたね、かわいいね。マサポポさん、ハートありがとう。じゃあね、オラ紫ピンクじゃないと困ります。そう、いやないよ、そんな流行ったが言ってキルちゃん前髪できてます。前髪だよ、気づいてなかったの。ありがとう。そういえば生ハム好き。止まってる？止まってる？あ、よかった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 。彼が止まってただけね。一瞬固まったと思ったら彼が固まってた。呼んだ？呼んだ？分かんない。にもか似てるよね。すごかった。にもかと早かけん。早かけん知ってるよ。もちろん知ってるよ。にもか全然使わない？え、何がおすすめなんですか？彼にさ、そういうの買おうと思ってさ、全部電車とか元気に払ってる。なんか買おうと思っても忘れちゃう。だからみんなのおすすめを教えてください。にもかかスイカか何がいいのか。来たかもあるの？適当かよ。え、適当じゃないかな、いつも適当言うもんね、教えたもんね。ひそかとにもかとりみかとともかとおいかとかれんとはやたとウケる、混ざってますけど途中からもうひそかしかいないじゃん。みんな結構寝るの遅いで有名だよね。みんな知ってる。ゆいな早かったもんね、誕生日おめでとうのさ LINE。 てるさん、猫ありがとうございます。か
めっちゃおしゃれだから着る服によってマスク色も変えてそう。そこまでおしゃれじゃないけど、なんか茶色のあれ使ってます。よくメールに載せてるから分かる人は分かる。こういうの、こういうの、ここにあった、これですね。これとか紐の色が黒とか、全部この色とか紐の色も使ってますね。パスもパスも可愛いんだ。可愛いのいいよね。使わないっていうか仕事からバス電車を全部両手乗れる、いいな。えバスもさ、えなんか使わない、全部使える、バスとか電車とか。なんか使えんとかさ、どっかで見た気がするけど、全部使えるならさ、可愛いパスモがいいかな。でもなんかみんな2か持ってる気がする。西鉄バス使うなら2か、地下鉄なら早川券がポイントついてたけど、今は電車のポイントない、乗車のポイントない。どっちも使うかもしれない。にもかが一番。おお。にもかにしようかな。まさパパさん、一番ありがとうございます。北海道に住んでるけど早川県。マジで。まなか、まなかちゃん。まなかちゃんっているよね、絶対。そうさん、バラありがとうございます。すごかね。すごかが地下鉄。地下鉄も使ったりする、バス違うし、全部使えるの？使えないやつ逆にある？にもかは地下鉄使えない？あれしか使えない？西鉄バス。どっちも使うから2つ持ってるけど、ポイントなくなって今1つよくなった。ああね、もう早川券はいいん、早川券やったっけ。ロキ大好きおじさんなのでお話し会申し込みます。対戦よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさん来てください。おしゃべりしましょう。通常の高速バスには使える、高速バスはいいかな。高速バスは大丈夫で、普通のバス、路線バスとか、なんだろう、地下鉄とか使えるのは全使えるなら何でもいいんだけど、普通の電車か地下鉄か、地下鉄と電車って違う、違うね。パパさん可愛い、ありがとうございます。使えないのけもないけど、あ、そうなんだ、でも使えるんだ。じゃあえ、どこで買える？窓口、窓口、事務所、違う。地下鉄は早川券、地下鉄は早川券だけど、ポイントがもうつかなくなったから、もうにもかとかでいいってこと。修行さん、レインボースターありがとうございます。早川県と彼も喋り会見、どっちが強いですか？いやもう僅差とかなく圧倒的におしゃべり会見ですね、カレンとね。もう皆さんご存知の通り、彼のしゃべり会はやっぱりもう勝てないね、何も。
ぱさん、リンボさん、ありがとうございます。自動販売機で買えるの？あ、自動券売機か。販売機、え、ジュース一緒に売ってるのって。じゃあ買おうかな。買いたいと思います。欲しいよね、やっぱさ、現金で払うの本当にね便利じゃない。小銭がもしちょっといくとき150円だとするやん。で、小銭が何にもないって状態のとき、わざわざ千円札をあれしなきゃいけない、両替しなきゃいけない、ちょっと迷惑じゃない。だから荷物を、自動券売機はどこに売ってありますかね、どこにありますかね。彼のお話し会見に、お話し会にチャージしなくちゃ。そう、彼のお話し会もうちょっとそこら辺に置いててほしいよね。全国、全国にお願いします。ミシュペイ会見ポイントつきますよ。はい、早く、あのニモカとかと違ってポイントしかつきません。ダンスは正午からだよ。正午から、正午の11月わかんないけど、バスとか送料が面倒だ。昨日使ったけど、料が面倒や。今日モバメの誕生日メールが、あ、誕生日メール、誕生日マジで本当に誕生日、え、誕生日今日。どうすぎる。天使と悪魔ってキャッチフレーズ自分で考え、前親友と普通に遊んでいる時になんかよく小悪魔とか言われてて、小悪魔言われたからちょっと小悪魔だけじゃね、なんか強いなって思ったからみたいな、だから天使な小悪魔と言ったらにしました。あさぱぱさん、アイスありがとうございます。カレーレンポイント貯めてください。いいこと起こりますよ。ちょっとシークレットのポイント貯まった後の、なんていうっけ、ボーナスみたいな。正午の11月2日え、わかんないけど、日はわかんないけど、セイクの名公演めっちゃよかった。見てくれたの？あ、見てくれたか。セイクの名公演いつだっけ。ありがとうございます。今どのぐらいカレンちゃんポイントあるんだろう。カレンレンポイント、291ポイント貯まったらいいことが起こるので、今みんなは全然足してないですね。頑張ってください。キャッチフレーズ天才？そう、結構ね考えた、あだ名も考えたし、キャッチフレーズも最初はそれ思いつかなくて、服が来るみたいな福井だからね、にしようかとちょっと考えてました。服が来るよみたいな、忘れたけど全く。
って1ポイント貯めるんよ。1ポイントはおしゃべり会来たらとか、公園に見に来たらとか。キャナーン、自己申告制ですか。カレンの独断と判断、知らん、なんけ、なんていうやつっけ、独断と判断みたいなあるやん。なんかよく言われるやつ。福井の次に長崎行ってややこしや福井県行きたいな。カレーレンポイントの高いメンバーはまあいますね、いますね、5人ぐらいは軽くいますね。カレンちゃん昇格したら どこのチームに入りたい。本当にもう昇格できるならね、本当にね、どっちでも本当に嬉しいですね。だってどっちもいいチームなんだもん。溜まっていると思ってた。あとちょっとです、あとちょっとだよ。じゃあまだ3ポイントぐらいかな、3ポイント目ともくらい。いやもうちょっとあるけどね。独断と偏見、独断と偏見です。かんちゃんの愛なら291億ポイント獲得したら、あ、それはいい、いい感じ。ゆうちゃんももうすぐ到達しそうだね。じゃあ自分が今何ポイントかどうやったら分かる、レアちゃんに聞くとか。ダメ、レアちゃんに聞いたらポイント下がるよ。ハヤトのポイントもうめっちゃ下がるよ。でも次頑張ります。昇格したらプレゼント送りたい、カレンへの愛を送りたい、待ってる、カレンの愛。カレンちゃんが出演した公演は多分3回も入ってくれてるの、嬉しい。ポイント下がっちゃうよ、下がっちゃう。バックダンスあります。たまにバックダンサーで、いやたまにっていうかバックダンサーで、バックダンサーじゃない、うん、バックダンサーのスコールの相手で踊ったよね。ドゥン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 。ゆうちゃん聞いたら下がるんだ、下がることあるシステム、はい。カレンレンに行くとポイント貯まるけど、他のメンバーに行くとポイント下がる仕組み。そうだからまだバレてない分いいかもしれないけど、ツイッターとかで、ツイッターとか当日会場とかで見つけたりとかしたら下がっちゃうね。1枚で1ポイント、1ループで1ポイント、え、1枚。カレンレンメール最初から、最初からはめっちゃついてる。カレンレンメールたくさんみんなもしてくれたらたくさんつけよう、ちょろいから。カレン、今更なんだけど、カレンちゃんは16歳。ゆうちゃんいちごありがとう。カレンちゃんで見つかりそうなのはこれが丸かぶりの一枚だけなんだけど、
見つけるよ。コンシェルさんもすぐ見つけるよ。大丈夫、なんか気をつけなきゃ。プ以外にも返信してもポイント下がる？いいけど、いいよ。けどカレーをたくさんしてください。大型、大型です。一緒だね。ティーチさん、バラありがとうございます。ビーバップ団長さん、イチゴありがとう。のろきちゃんの配信見に行ってもポイント下がる？でも赤くクラウスさんは名前に書いてあるから嬉しいけど、行ってもいいよ。彼のことを応援してくれるな。これで以外は4期しかメールの返信しないのでセーフ。あ、セーフ。やばい、粉がさ、粉がピャーってなっちゃった。粉がピャーってなっちゃったから顔につける。粉がピャーってなっちゃった。なんか会長家に課金したことないのでポイントアップです。本当にそれポイントアップすぎる。ゆうちゃん最高。ロッキーで話したのカレンちゃんだけなんだが、あ、最高。ポイントアップ、アップアップ、みんなでポイントアップしよう。ビーバーさんね、オッケー。このなすりつけたよ。暗い天使やりたかったかも。全金のユニット何言ってるの？粉粉塗ってます。姉ちゃん1ポイント下がるけど、さやちゃん2ポイント下がりそう。よくわかったね。名前呼んでくれるからカレンちゃんの愛がたくさん集まっちゃう。カレンもいっぱいコメントしてくれるから。キャッシュレスとかわかんないです。コメントとかもキャッシュとかわかんないです。そういえば高田コエス楽しみでございます。トイズガリューさんも来てくれるんですか？待って、嬉しい。楽しみですね。この前のモバイルの学生証持っていけばポイント付けますよ。お、それはモバイルメール、彼の HKT メールを取ってくれてる証拠なので、ポイント爆上がり。ロッキーはカレーネしか勝たん、爆上がり。飛行機のマイルどれぐらいで副ポイントというポイントにお金切る？ねえ、ちょっとわかんない。飛行機のマイルって飛行機代？彼の瀬戸押しだとむしろポイントアップだったりはしないかな。
カレンだけがいいな。またリツチャームの公演、リツチャームしたいですね。でもさ、ひものさんとさ、リコさんがいない、悲しいんだよな。でもひものさんとこの前会えてハッピーだった、嬉しかった。ひものさん、ひものさんに会いたい。はい、ちゃんリトチャーム入らせていただいております。寂しそうな場合でロキちゃんの配信見てもいいよって言われて行くのやめようかな。行かなくていいよ。カレンだけを見てください。パパにね、お手紙は爆上がりですね。宝物ですね、お手紙っていうものはね。シムさん、それ卒業した、何回目それ、そろそろ実感しよう。めっちゃリッツチャーム公演入りたいんだが、本当楽しいです。もう本当に楽しい、リッツチャーム忘れたけど、ダンスはラスミナユカナカナ、信じたラスミナ、こんにちは。ジャスティー、行かなきゃジャスティー、信じたジャスティー。今日はそんなにいつも行かなきゃ、にいつも信じた、にいつもこんにちは。リット公演のパフォーマンスはやはりハードでした。一回見られたのが良かった。でもなんか公演はやっぱりフルじゃないですか。リトチャームの曲ってワンコーラス、ワンハーフ、ワンハーフなので、まだ良かったです。覚えやすかったかな。好きですね、リトチャーム。短く感じるね、いつもフルしてるから。では思います。おいちゃんがいるうちに、あおいさん、なんだっけ、みんなで踊れ、蜂が飛ぶように、導かれるように、見てくれよ。もう忘れちゃった、やばい、体力きついね。もうね、最初の4曲全部ハーハーだけど、短期間でリット公演を覚えたです。そう、リットチャームが一番覚えるの早かった気がするけど、どうなんだろう。3日もせずね、覚えました。カレンが加入してから2回ともリットチャーム公演入れたよ。え、そうなんですか、嬉しい。え、その時カレンのこと好きでした？好きじゃなかった。リットチャーム、イグちゃん見に行ったらカレンに釣られた。え、ほんとに、意外とみんなリットチャーム見に行ってくれてた。カレン釣れた、カレンホニョさん釣れた、嬉しい。これも好き、涙の表面じゃなく、キリキリ背中に背中にびっくりする、君は少しずつ待ってる、その悲しみが乗りたい、やめそうだね、また気さえもできないくらい、君は今回もできないくらい、今回もできないくらい、また気さえもできないくらい、何でも見つめ合って動けなかった、人は今日で終わりく、
でもね、楽しかったね、涙の表現張力って。はやった、虫ありがとう。え、でもダンス自主練しなきゃやっていけないでもめんどくさがり屋なんですけどね。僕が見たのはカレンちゃんが初めて制服の目なんだ。え、その時見てくれたんですか。カレンバチバチに緊張してたでしょありがとうございます。嬉しいな、そんな前から見てくれてたんですか。ショールのアンケート機能でカレンね、公演入ったことある人どれぐらい。あ、いいね。え、全然いなかったら悲しいけどしてみます。じゃあカレンの公演に入ったこと投票します。カレンレンの公演を1回でも見に来た人がある人は1で、見に来たことが1回もないよって方は2を押してください。押してじゃない2を選んでください。バックダンサー含みません。セミカレ推し、カレレポイントは上げれますね。それは上がる。はしもっちゃんさん、猫ありがとうございます。渋みも始まったの。ここちゃんお目当てできました。次はカレンレンお目当てできて、いつかその時にえらい可愛い6世がいる。そんな嬉しい、ありがとうございます。全然可愛くないよ。コンサートもカレン目当てだったら入ります。確か矢口コバちゃんと出てました。カレン出てる公演ようやく6割超えた。更新さんはね毎回見ますので。やっぱきつい。ゆうちゃんはカレンのうちは持ってたからいいよ。まあ1に1でコンサートで。カレンちゃん出演公演しか行かない。本当にありがとうございます。ダンサーでいいと思って、いやそれじゃなくても来てるじゃん、こいつがいた入るよ入るよ。キャッチフレーズが独特だったから、カレンちゃんの意味、え、本当にキャッチフレーズで気になってくれた人とかおるとかな。天使な小悪魔と言ったらーみたいな。嬉しいな、それで頑張った、考えたので。どうですかね、どんな感じなんだろう。今見れない、投票終了する押しちゃったら見れなくなるかも。前したのに忘れちゃった、投票機能。キャレンレンありがとう。今日何時開演ですかね。5時 ?6 時半僕どうぞ。ガチャ持っていったけど1回しか見えなかったから、まだまだ、ああ悲しい。個人的にもカレンちゃん好みの顔してるの嬉しい。5時かもうすぐ始まるやん。まだか、あと2時間で始まるやん。いやまだですね、もうリハーサル終わってないか。SCU の3期構成、あ、オーディションあっていますよね。 SCU さんポイントなびかないなら減らない。もう投票やめていい？
かな、まだかな。友達がカレンデン大好きなので、なんだかたくさん公園で見て、嬉しい。たくさんカレンも公園で出るように頑張ります。お、72.4% でした。でもまだ来てない人は 27.6% いるから、ちょっと彼も来てくれて、来てね、頑張ります。でもたくさん見に来てくれている、嬉しい。 72% もだよ。あ、あ、集団の位置がみんなカレーね見てます、リアルな数字。みんな嘘つかずにしてくれた、ありがとう。久々入った HKT メンバーの配信がカレンちゃんでよかった、嬉しい。そう言ってくれるのが嬉しい。に惜しい、もうちょっとで 29.1。 え、本当に、あら見れなくなった。何番だったっけ、27か。秋で公演見た回数、ヒーローとココハさんは少し多いので超えるように。ヒーローとお母さんは多いんだ、びっくり。27.6% の人いいです、ごめんなさい。全然これ、ん、来たくても来れない人もね、いると思うから気持ちが嬉しいです、ありがとう。ひひひひひ、あさぽぽさんかわいい、ありがとうございます。今年まだカレンレンを公演見ていてないのが残念。カレンレン、え、カレンって公演どんな感じですか、客観的に見て。橋本ちゃん虫、ありがとうございます。まだ公演でカレンレン見たじゃん、やったー。これから291回見れば OK、 オッケー。この犬がカレンちゃんの配信、あ、もう、ん、もう1時間40分してる。客観的に見てカレンレンだなって感じ。どういうこと、カレンレン、カレンレンがいるなみたいな。今月カレンレン公演でまだ見れてないのだね、はにゃはにゃペコリン。シエさんはたくさん見たよ、彼は甲子園さんは見てないかもしれないけど、彼は甲子園さんをたくさん見たよ。どうもありがとうございます。あ、話し会と劇場公演は迷うな、どっちも来てほしいけどな。でも話し会、カレン話し会、うん、うわ言うけど、お話し会かもしれない。話し会がさ、みんなとずっと喋れるし、お話ししてる間はその人のことしか考えてないし。まだまだ配信続
ける感じかな。3時で終わろうかなとは思っています。もうそろそろね、もうそろそろ終わります。3時前か3時ぐらいか。2月公演、あ、そういうことね。2月まだ出てないから、2月の何にありますね。もうしあさって、早いね。究極の質問だよ。公園にも見に来てほしいし、でもっておしゃべり会も来てほしいし、もちろん。やっぱり福岡で遠い人いるから、横浜のおしゃべり会とか見に来てくれたら嬉しいし、公演さ、なんか時間が合わないとか、おしゃべり会来てほしいし。DMM で見る、ありがとうございます。僕はちょっと渋井ちゃんの配信見に行ったらポイント下がります。今月公演少ないからどうなるか分からんけど、まあ1回はで、嬉しいな。公演たくさん出てくれると嬉しいな。頑張って出るよ。皆さんもいつもありがとう、来てくれて、うん。何気にカレーレンさんっておしゃべり続けられちゃうんで、 MC マンションみたい。いや、なんかさ、ステージだったら緊張するので、苦手、うん、苦手。おしゃべりできないですよ、口ぶたっすよ。お腹の音が鳴っちゃった、消化の音かな。今日はね、なんとメールに載せようとは思ってるんですけど、ローストビーフ丼を食べました。すごく美味しかった。谷川豊さん、ウィーカップありがとうございます。ローストビーフ丼って本当に美味しいって思って、なんかあっという間になくなっちゃった。ご飯もちょっと少なかったし、緊張してるなんて感じなかった。本当にめっちゃ感じてるんだけど、カレンは伝わっている人もたくさんいると思ったんだけど、公園の MC チェーンの猫かぶってるカレン、あ、バレた。そうなんです。でもなんか本当に緊張しちゃうから、頑張ってそう出せていけたらいいなっては思います。公園、大阪住みだから公園を1ヶ月2回が全開、え、2回も来てくれるから嬉しいよ。本当に大変だよね、交通費とかいろいろ。その中でさ、いつもみんなありがとうございます。藤谷さん、いちごありがとうございます。いちごパコ。最近公演中笑顔が増えてるよ。本当？嬉しい。なんかこの前さ、なんかリトさんの、リトさんの顔とか見てて、何の公演だっけ、なんか落としたよね、彼。あ、制服の目ですか。制服の目でメガホン落としたよね、リトさん。リトさんの前で。彼を打ち破って MC も彼にぶん回しちゃう日を心待ちにしてます。頑張ります。MC もね、頑張っていきますよ。今日はゆいな喋れるんで、喋れるのでしょうか、ゆいな、いくのちゃんは。笑ってしまったよね、彼も笑ってしまった。
かったよ。これ行きたくなったよね。来て。マスポポさん、たくさんハートありがとうございます。公園地見つけられたら負け、見つけられなかったら勝ちで、今月から勝敗つけるか、全部見つけてやるよ。でもさ、来ないって思ってたらさ、もう探しようもないからさ、探しようっていうか探す頭がないから、来るって言って。今日は鎌倉館より天使館強めのカレーの日。本当にどっちが好きですか。はやった、茶色のバラありがとう。はやった、ありがとう。まさぼこさん、ハートありがとう。それぞれ、なんだろうな、さ、すごいね。カレンさ、そこの歌わりじゃないからさ、知らないんだけど。一発殴らせろ。当日券で取れた日は来ない、いう時間の余裕ないけど、まあそれ以外は言うか。当日券多めの7は小悪魔8割、天使館2割ぐらい。殴らせろ。みんなね、長い時間カレンの配信に付き合ってくれてありがとうございます。メイク配信、メイク終わって終わる、切るって言ったけど、全然続けましたけど、切った方が良かった？なあ、終わると思うよ。見つける。やる。リセットカレーレンさんが見たかった。確かにリセットはね、1回だけだったから、本当に少なかったと思うけど、 見た人はね、もっと出たい気持ちはありましたが、1回でも出していただいて。291やん、291やんね。え、でももう3475人じゃない、違う、クレーンのスマホの表示は3475人の方が見ていただいている、見てくれているですけど、どうなんだろう。3495人、本当に嬉しい。やばいね、そんなに、そんなに見ないで。じゃあ今何分ですか。いいね、なんかさ、ギリギリを気にしなくていい。あ、ありがとう。
に読みたいと思います。1位からは言わないよ。13位あたりさんありがとうございます。12位かつおさんありがとうございます。11位ゲマさんありがとうございます。10位バラ86さんありがとうございます。9位はコシエさんありがとうございます。8位はTHさんありがとうございます。7位トリスガリさんありがとうございます。6位ホニョーさんありがとうございます。5位ユウちゃんありがとう。4位はポンポンありがとう。3位はリゾさんありがとうございます。2位はハユッタンありがとう。1位はたくさんハートとかいろいろ投げてくれてありがとうっていうことのマサパパさんです。ありがとうございます。嬉しいありがとうレンレン。こちらこそレンレン。今日も長い時間2時間もありがとうございました。気に来てくれてありがとう。後編後半 MC、 あ、これ前半 MC。 もうみんな終わって、もう2時間で終わってるから、うん、なんだろうMC2 時間したらもうみんな帰ってる。配信あざした。途中見えなかったけどありがとう今度は全部見てください。メイク落とし配信、メイク落とし配信ちょっとあまりかもで今日もありがとうございました。またできる日はしたいと思いますので、よかったら見に来てください。それで3538人の方ありがとうございました。お疲れね。おやすみなさい。まだ寝ないけどありがとう。バイバイ。